ブリテンノーマントライランダーオーリニーエアサービスのトライランダーブリテンノーマントライランダーは3発ピストンエンジンの18座席の旅客機である製造メーカーはイギリスのブリテンノーマンである名前は3を意味するトライと原型としたアイランダーを足した造語であるブリテンノーマンアイランダーの改良機として1968年に計画され搭載能力を増やすため胴体の延長や足の 改造とともに3発目のエンジンを垂直尾翼上部に搭載した。1970年9月11日に初飛行した。450メートルの飛行場から離陸できるエストール性能と不正地での運用が可能である。中央エンジンを垂直尾翼に突き刺すという独創的な配置が特徴だが、その構造上ラダーの面積が不足するために重品時を採用して解決策としている。 同じ方法はアメリカのダグラス DC-10 でも採用されている。国内でも1980年代に日本内外構造らにより鹿児島空港をベースとして離島路線で運行されていた。しかし2005年現在、国内に登録されている機体はない。この他計画のみの仕様として防音客室やコクピットエンジンの近代化を行う。 BN-2AM3-5 軍用型のトライランダー M が存在した。ありがとうございます。